こういう展開ギミックってさ、ロボ玩ング好きにはたまらないよね。おーたまんない。めちゃくちゃかっこいいよね。人、それを。違うんだよ、母ちゃんという。違うんだよ、母ちゃんボタフの秘密基地。ボタフの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは 貴様らに名乗る名前はない嘘だよ。<laughs> ロム兄さんがそう言うから。わタワーです今日紹介するおもちゃは、これだポーズプラス、マシンロボ、クロノスの大逆襲バイカンフーだ <laughs> おー <laughs> 全国のガンゲロを集結せよ 今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、あつい高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速レビュー行こう。僕の大好きなリメイク、デラックストイですね。バイカンフ。いやー、これ楽しみにしてました。ポーズプラスといえばね、以前もバクシンガーやバイカン、えー、ごめん、ゴー将軍をレビューしたんだけど、今回はバイカンフです。バイカンフといえばね、パイルフォーメーション。 ロム兄さん、ケンリュウ。そして、このバイカンフーのね、マトリョーシカのような、この、合身。これを完全再現しています。バイカンフーになった時の大きさは33センチということでね、パッケージもでかい。あ、ここ書いてある。貴様らに名乗る名前はない。ロムストール、ケンリュウ。そして、あ、なかった。<laughs> これですね。バイカンフー。いやー、今回ね、事前に一回触ったんだけど、 何回か触ったんだけど、めちゃくちゃいいです。割と、このチャンネルに集まるガン野郎たちだったら、このマトリオシカ合っって、結構煩わしそうで、めんどくさそうだなと思うかもしれないんだけど、これはいわゆる本当に、えー、いわゆるデラックストイのような感じでね、安心してこう、触れるんだよね。そこがとっても気に入っています。で、パッケージから取り出すと、じゃんこのようになっていて、ちゃんとこう、内蓋カバーがあるんだよね。 あとは、それぞれのハンドパーツだとか、武器。で、これが、あの、あの、パイルフォーメーションの、あの、直前を再現できるシーン。これを再現できるパーツなんかもついてます。じゃーんこの発泡スチロールっていいよね。はあバイカンフ剣ケそして、えー、ロム兄さんですね。ロムストール。アニメを再現できる、この角パーツ。バイカンフの、この角のね、 え、差し替えパーツだったりとか、ロム兄さんは合衆用と、あとはアクションタイプの、うん、ギミックが入ってない、フルアクションの稼働ができるやつが入ってるっていうのと、下半身。それから、あの、マスクオン、マスクオフとか、あとは、その、合体の一部の時に、あの、なんていうのかな、こういう棒がついてますね。こういうのを使って細かいところとか、押し出したりとかね、え、ロックを解除したりとかするパーツもついてたりとかね、武器。剣牢のでかいやつとか、ーシールド。 とか、こういったパーツが入っています。まずはね、ロムニーさんから見ていこうじゃん本体、差し替えのマスクパーツ、運命両断剣、ツインブレードのアタッチメントパーツ、流星、剣牢ハンドパーツ。あとはアクションタイプの下半身。早速本体見ていこうこのフェイスパーツがとてもいいですね。目の部分はプリントとなっています。プリントもしっかりしてる。 で、このマスクがちょうどいいよね。目に被るか被らないかのところに造形されていて、メインは成型色なんだけども、ところどころ塗装があるという感じ。やっぱり可変トイだからね、この辺の擦れが、やっぱりいじってて気になるんだけど、うん、そこら辺がね、ちゃんと考慮されているってところがいいですね。こう、かっちりした仕上がりとなってて、えー、ざっくりね、可動を見ていこう。頭部はボールジョイントでぐりぐり動いたりとか、腕、肘、 まあこんな感じで、いわゆるアクションタイプ、アクションフィギュアのようにね、稼働します。こんな感じでね、ぐりぐりと動きます。一応こっちがギミックが仕込まれてる方なんだけど、あの、全然問題なく動きます。後ろにね、この合体で使用する可動軸なんかがあります。ここら辺がね、ちょっと違うんだよね、膝。ここがボールジョイント接続となっています。で、えー、軸とボールジョイントでこのように動きます。こういう感じ。で、 下半身交換すると、見栄えはほとんど変わらず、正面から見るとね、全然見栄えは変わらないです。ね。で、えー、ここが違うと。あの、軸になって稼働するっていうのと、あとはさらに、こう、内側に曲がる軸が入っている。この辺が違うかな早速動かそう各部を動かしてアクション腕組みができるところとか、右拳のみ 人差し指をピンと伸ばしたおなじみのこれができるやつとか。マスクオンタイプに交換するとこんな感じ。マスクの奥からチラッと覗く、この目の造形もね、プリントもしっかりしています。下半身を交換すると足首がしっかり設置するので、こう、ロム兄さんでじっくりポーズを取らせたいという人にはいいかもしれないですね。まあ、パイルフォーメーション遊びを普通にしたい場合は、あの、交換しなくてもね、全然問題ないです。運命両断拳 スインブレードそれぞれのグリップをこのように連結するだけなのでスムーズに連結できます。セーバーロムストールはこんな感じさあ次は剣竜パイルガード。大きくなった剣牢そしてハンドパーツはに、えー、武器持ち手と表情のある平手です。これまたかっこいいんだよね。もう早速さあ、パイルフォーメーション遊びをしよう。 各部のパネルを展開するときは、手順を守って行います。肩と頭部を開いて、えー、ここを開くと。で、その時ね、ここを倒す。で、このように持ち上げて、お腹。こういう感じにします。腕は、あこうでも、こうでも、どっちでも大丈夫です、まあ。このようにし、足ですね。ここ面白いんだけど、回転させます。 360度あ、180度回し、この横のパーツもね、ここに、えー、こっち側に来ます。これポイント。そしたらカバーを開く。反対側も同様。もう一気に、ここまで回し、さらにね、これを後ろに持っていくって感じ。で、ここを開くと。この状態で合体させます。ロムストールは腕を上げて、結構細かいです。目一杯えー、肩をね、密着させるように、こう上に上げて、 ロールさせて、腕じゃなくてここを曲げる。こう。反対側も同様。そしたら足は反転させて、このスライド軸があります。こっち側これを上に持ち上げる。こう。反対側も同様。こういう風にして、上に持ち上げて、で、最後は足首ですね。これをこのように曲げる。 ちょうど、かかとがつま先になるように、こういう感じにするわけですね。これで、ガッ準備状態完了。そしたら、この中にセット。えっとね、ジョイントがあるのはここですね。この背中のところ。これを、えー、注意しながらね、ロムソールをセット。こういう感じですね。足回りを調整して、こういう感じですね。これでセット完了。そしたら、戻していく。足回り最後にやります。 こういう風にして、これを下ろす。下ろしながら、このダイキャストパーツを上に起こしつつ、こうやってね、戻していく。で、えー、頭部最後にしよう。<laughs> まあ、腕ね、肩周りこういう風にしますね。で、足なんだけど、えー、っとね、この穴の中に、あ、穴に、このロム兄さんの、ごめんごめん、つま先これがね、こう出るように。こうですね。 そしたらあ、元に戻すわけですね。最初、こう、おそろそろやってみたいんだけど、<laughs> 問題なかったからね、こういう風になるわけです。ここを曲げて、元に戻すと。これでね、足が拳竜の通常の状態に戻りました。そしたら最後に、頭部を下ろせば、これで完成賢竜さっきも言ったんだけどね、これプロポーションがめちゃくちゃいいです。 こんな感じ。各部にね、えー、ダイキャストが程よく使用されているので、こう重たいです。まあそんなにずっしりっていうわけじゃないけど、すごく精密感のある感じでね、いいですね。上半身及び頭部ナップ。目の部分はメッキとなっています。こうキラッと輝いていますね。こう胸のマークとか、いい感じ。メインは成型色です。だから合身させるときにちょっと擦れが怖いけど、まあ安心して、あの、合体遊びがね、できます。 こういう感じ。各部を動かしてアクションちょっとね、可動範囲細かい部分省略。まあだけどね、権利の状態でもかっこいいアクションを決めることができます。当時発売されていたデラックストイと、あとはあの劇中のアニメーションの本当に美味しいところを詰め込んだようなプロポーションで、めっちゃかっこいいです。さあ、そしたらね、このままパイルフォーメーション行こう。合体準備。腕を 横に開いたら、少し伸びます。これ伸ばしておく。こうですね。さあ、そしたら、えー、足回り。これがさっきの状態に元に戻す。ここはゆっくり慎重に回していきましょう。ここ。で、さらに、えー、これが出てくるんだよね。ここ引っ張ると、こういう風になる。反対側も同様よ。ゆっくり行こう。 今回のトイオリジナルによるアレンジが入っているところがね、気に入っています。ここまで来たらさらに、ここの部分がスプリングで伸びます。こう。引っ張り切ったら回す。で、足回り、あと細かいことを言うと、股関節よーく開いておきます。このぐらい。で、さらにここも曲がります。こういう感じで角度を調整すれば、これで合体準備状態の完成。 さあ、そしたらね、バイカウフ。これね、後でじっくり見ていきます。でかいです。こんな感じ。まずは、頭部カバーのところですね。ここ。で、ここ結構硬いんだけど、せーの。こういう感じですね。ここを持ち上げる、肩。こういう感じ。自分の場合は、このフレームを下げてあげるといいですね。フレーム肩アーマー。これ下げたら、 大体、このぐらいかな。そしたら、腕カバー。ここを開けて、このお腹周りなんだけど、説明書の指示では、このパーツをね、使って、こう、上に上げて開く指示があったんだけど、何回かやってみたらね、要するに、このカバーを、 こういう風に開けるんじゃなくて、こう、真横に開けるような感じで力を加えてあげる。ここのゴールドのパーツの端を持って横に。せーの。こうやってやるとね、簡単に開きました。まあ一応説明書には、あ,あ,あの、何 <laughs> あれを使ってって書いてあるからね。このパーツを使ってください。そしたら、アーマーを下ろし、これを開いた後、下を開く。こう。反対側も同様慣れるとね、どんどんできます。 あとはね、権竜が合体した後に固定するパーツがあります。こういうやつ。これは、下に倒しておきます。これで、バイカンフ、パイルフォーメーション準備完了合体させる時のポイントとしては、背面にジョイントがあります。背中、それから腕の、ここに切り欠けがあります。これは、バイカンフの腕のここに噛み合う。あとは、ここの白いところがここになってたりとか、 剣竜のちょうどこの細くなった軸のところに噛み合うっていうところと、あとはこの足回りですね。ここがジョイントの受けになってます。合わせていきましょう。こういう感じで、こう、ちょっと見えるかな足のこういうところに、こうセットして、この中も、こういう感じでね、合わせていくと。ボディの部分は見えないんだけど、今みたいに押し込むとか。こういう感じ。最後に、 このパーツを足のところに持ってくれば、じゃん賢流をセット完了このようになります。ついでに、賢流もね、展開しました。内部構造はこのようになっているわけです。こういう構図はね、ロボ好きにはたまらないです。で、バイカン風から賢竜を取り外すときにこれを使います。この穴でこう押し出すような感じですね。 さあ、そしたらね、ラストスパート。手順を守りながら、この元に戻していきます。この瞬間が、<laughs> めっちゃ楽しみだよね。ここで、こうなるわけですね。 最後に頭部を下ろせばこれで完成倍フーだおーめちゃくちゃかっこいい3 3ンチあります早速ね手に持ってみようお重いこの重量感がたまらない いいねこんな感じです。ケンリュウの時にも言ったんだけど、当時発売された問いのテイストもあるし、アニメのテイストももちろんあります。もう本当に誰もが思う、あのかっこいいバイカー風だなという感じかな。なんかこう、うん、言葉にならないね。素晴らしいです。こうマッシブなんだけど、こうスタイリッシュでね。いいです。後ろから見ると、こんな感じ。早速、近くでじっくり見ていこうよ。 上半身及び頭部のアップ。この顔がめちゃくちゃかっこいい。目に当たる部分があメッキになってますね。あとは光沢感のある塗装です。素晴らしい。この中に本当に、ケンリュウとロムストールが入ってんだなって感じ。めっちゃメリハリがありますよね。で、各部、光沢感のあるところ。こういったところにダイキャストパーツが使用されているという感じです。 これ、ね、かなりギミックがあるんだけど、パーツとパーツの一体感がすごくあって、うん、いい感じですね。足もさ、な、なんていうの、こう、<laughs> たまんないです。足裏はこのようになっていてね、ラバーパーツがあります。うーん、あ、これ足一体はね、ダイキャストになってますね。こんな感じ。うん、ところどころ、こうね、中の権利が見えるところがいいです。で、これの何がすごいってさ、やっぱ稼働だよね。 頭部はダブルボールジョイントとなっていて、こうかなりぐりぐり動きます。肩アー,マー構造はこのようになっていて、独立して稼働する。さらにね、えー、この付け根の部分、ここで回るんで、もう表情はかなり細かくつけることができます。ちょっと開けとこう、わかりやすいように。で、腕を動かすときは、ちゃんとね、中の、腱竜がね、こう動いています。クリックが入ってて安心感があります。 あとはここですね。曲が、回ったりとか、ロール。まあ、ここら辺は中の人がい、中の人っていうか、権利がいないんでね、かなりグリグリと動きます。手首には軸が入っていて、ここで回る。で、さらにね、指がフル稼働となっています。まあ、破損は気をつけなくても大丈夫だとは思うけどね、細かいパーツなんで気をつけたいです。全部が動きます。それから、上下にもね、もちろん稼働します。これもクリック。安心感がある。 それからボディ、なんと、腰が曲がります。これすごいよね。それから、前後スイングもあります。フロントスカート、サイドスカート。細い、あの、薄いパーツなんでね、破損に気をつけたい。で、足なんと。こう見て。クリックでね、足が曲がります。保持力もバッチリです。これ中の構造どうなってんだろうね。で、さらに、 お前にも出せる。膝も曲がる。この足の付け根はロールもあります。それから足首は、このサイドのアーマーが、このように展開するのと内側、内側に曲がる。あとは前方。クリックがかなりガッチリしててね、安心感があります。あとはつま先がこのように稼働します。あとはクリック式による。このね、左右の。 稼働もあります。各部を動かして、アクションお分かりいただけただろうか。<laughs> めっちゃかっこいいポーズも決まるんだよね。まあ大体こういうマトリョシカ合体をする、こういう可変といって、まあ合体するところまでがフィニッシュという感じで、動いてもなんか手足がちょっと動くぐらいだと思うんだけど、これはもう完璧に、ポーズが決まるような可動が仕込まれています。しかもね、保持力もあって、かなり安定しています。 気をつけたいところは大部分が軸稼働なんで、くれぐれもどこを今動かしてるか、どの方向に動かしたら良いかっていうのをね、よく考えないといけないですね。そこら辺がいじってて注意するところだけど、めっちゃかっこいい。さあ、次はこんなポーズ。顔全然見えてないけどね。奥 <laughs> 義を受けろゴッドハンドスマッシュみたいなポーズがね、取らせることができます、うん。近くで寄るとこんな感じか。うん、いいね。 で、あの、指の表情もいいね。細かくこう動かせます。あとは、腕の構造が面白くて、通常はもともとこういう感じだったんだよね。これを、なんていうかな、この角度を上手に利用すると、こうね、より表情がついたように、こういう感じにすることもできると。改めて、バイカン風でこんな遊びがしたかったなっていう夢なんかそういうのがね、すごく叶った気がします。ちょっと改めて、煽りで見てみようか。 こんな感じです。うん、こうやって見ると本当に昔の問いのようであり、ま、あさっきも言ったけど、うん、本当にアニメのような感じ、両方美味しいところを兼ね備えてるなぁと思います。たまんね <laughs> めちゃくちゃかっこいいよね。それからこのパーツはピンと伸びた形状のやつがあって、ちょっとこっちだけ交換してみようか。こういう感じになります。好みで選ぶことができます。僕はどっち こっちも好きかなぁ。というのもね、この番組確かね、テレビ東京だったんだよね。僕、だからおもちゃはおもちゃ屋さんで見たことあったけど、テレビアニメは一回も見たことがなかったんです。だから東京の人羨ましいなと本当に思ってました。<laughs> あの、これじゃなくて、R ジェタンっていうロボットがあるんだけど、そっちはね、買ってもらった覚えがあります。あとは武器ですね。剣狼。一応ね、フル フル稼働タイプの手首でも、こういうふうにね、持たせることはできる。けど、保持力的にはちょっと甘いから、潔く、あの、武器持ち手に交換した方がいいかなと思います。武器持ち手の方の手首には、中にボールジョイントが仕込まれていて、軸で交換するタイプ。改めて、手に持たせると、こんな感じ。めちゃくちゃ迫力があります。ポーズをつけてかっこいいのはもちろん、もう本当にちょっとした巣立ちでも十分かっこいいよね。 じゃーんこんな感じでね、両手で剣を持たせて、こんな感じのね、構えもできる。改めてこのガングのすごいところ。これはここまでぐりぐり動くの前に、これ2体入ってるからね。<laughs> なんかいじってると忘れちゃいそうになるんだけど、本当にすごいなと思います。総じてどんなポーズをつけてもね、かっこよく決まります。 さあ、そしたら最後は比較いこう。わかりやすいところだとガンダム。パーフェクトグレード、マスターグレード、ロボット魂。これと一緒に並べると、こんな感じですね。権利がおおよそマスターグレードサイズといったところかな。まあ、倍感風も33センチなんで、かなりのボリュームとなっています。あとは、そうだね。いろいろリメイカーアイテム出てるんだけど、なんといっても、超合金魂。ロムストールは超合金魂の方が少し大きく、 権利は大体同じぐらいなんだけど、ポーズプラスの方が大きい。そして、倍関風は全然大きさが違います。ポーズプラスの方が大きい。さあ、比較最後は、やっぱりね、合心後も一緒に並べよう。倍関風、一緒に並べるとこんな感じ。人、それを。違うんだよ、母ちゃんという。違うんだよ、母ちゃん。うん、どうだろう。 圧倒的に僕はポーズプラスの方があ、プロポーションは好みなんだけど、大前提としてこれは発売されて結構経ちます。こっちもね、超合金ならではの重量感があったりとか、パイルフォーメーションのね、ギミックを差し替えなしで再現できます。やっぱり今の最新のバイカンフということでね、本当に今の技術が、だったりとか、まあ、デザインとかうん、そういったところがね、かなり、超合金魂と比べて、えー、ブラッシュアップされてる。そんな印象ですね。 まあ発売された時期が違いすぎるから、もう比較にはならないと思うんだけどね。まあ両方とも素晴らしいってことは確かです。さあ、そして最後はパイルフォーメーションの途中を再現できるディスプレイのやり方。それぞれをこのように変形させてアタッチメントパーツを取り付ける。全部合わせて4パーツ。このように全部を取り付けて、じゃんこのようになります。 パネルも全部開いたやつとはまたちょっと違う感じのディスプレイスタイルですね。これはこれでいい。一通りの装備方はこんな感じ。というわけで今回のポーズプラスメタルシリーズバイカン風のレビューいかがだったでしょうかこう一緒に触って、そんな気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。さあ、この商品なんだけど、えー、言いたいことあるから手短に話すね。<laughs> まずどうしてこのリリース案内があった時バイカン風なんだよと思いました <laughs>。もういろんなメーカーから出てんじゃないかと。 なんで今、倍フーなんだと思ったんだけど、こうして実際に手にして、すげー高かったんだけどね、6万円超えるんだよ、定価が。だけど、今、倍ンフーこれを出したってことがね、非常によくわかりました。僕の好みとしては、あの、商品があって、もう当たり障りのない、なんていうのかな、高かろう、安かろうの中途半端なものよりも、めっちゃいいものが欲しいんだよね。高くてもいいものが欲しい。もうそこに、もう十分訴えるアイテムでした。 これは僕のコレクションの中でずっと持っとくだろうなという一品です。僕が欲しかったバイカンフ。もうそれに尽きるかなと思います。これはね、まさに玩ング好きによる、ガンもうだからガング野郎のためのアイテムといった感じだね。可変トイが好きな人は、あすごい高いけど満足する。 この値段の高さが十分な、納得いくんじゃないかなと思います。これ以上高い倍感風は今後出ないかもしれない。でも言い換えると、これ以上の倍感風はもう出ないんじゃないかな。そう思わせる一品でした。大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 参考になったという方、チャンネル登録と、あっい高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加も、どうぞよろしく。 あとはどんなことでも結構です。おー、たは、このまとりを仕掛かったらいいよね、とか。あー、僕はスパロボでバイカンフー知ったよ、とか。他にも、今回のおもちゃのこと、他のおもちゃのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画で、お会いいたしましょう。s イバー y おたおでしたまたねー ガンヤの「ミッションを繰り出せよ」「変形が与え、憧れてた」「夢のトランスフォロー」「w a t f a n o